明日から役立つ、ニキビの雑学。頬のニキビは、生活習慣の乱れが原因。鼻のニキビは、皮脂による毛穴の詰まりが原因。おでこのニキビは、シャンプーのすすぎ残しや、間違った洗顔方法が原因。眉間のニキビは、肝機能の低下が原因。口周りのニキビは、胃腸が弱っている時や、ストレスが原因。顎のニキビは、 ホルモンバランスの乱れが原因。背中のニキビは衣類ですれたり、蒸れたりするのが原因。パイナップルを毎日食べるとニキビが改善する。チョコレートはニキビの原因にならない。カカオ含有量が多いチョコレートは肌に良い。ニキビがある時は肌の乾燥を避けて保湿する方が良い。ニキビ対策にはビタミン B の摂取が大切。